はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、ディズニーマイキャッスル2マイハッピーライフをの続きですね、プレイしていきたいと思います。前回この不思議の国に来てですね、探索を開始するところまでお届けしたと思うんですが、今回はですね、探索の続きということでやっていきたいと思います。早速ですね、ミッキーが城の前に来てくれというので、城の前にですね行きたいと思います。ミッキーと一緒に。何が始まるんでしょうか。シンデレラ城っぽいですね。マジックキャッスル。昼間なのに花火がすごく綺麗に上がってる。おお、ミニーちゃん、ドナルド、デイジーだ。やった、かわいいですね、ミニーちゃん。わお。やっぱドナルドダックのダミ声は同じなんですね、ゲーム上でも。グーフィーとプルートも出てきそうですね。チップデール。どんなキャラが出てくるんだろう。マジックキャッスルには素敵なことがたくさんあるんだ。これからみんなと一緒に楽しもうね。ふふ、それじゃあ早速あなたにプレゼントよってことで、ミニーちゃんからなんか、もらえるのかな。それじゃあ始めようか。なんだろう、なんか、始まる系ですね、これは。もらえるっていうよりかは。お、ダンスの練習をしたんだ。今から踊るから見ててよ。今日からマジックキャッスルで新しい生活を始める君に、僕たちからのプレゼントだよ。これはカメラだ。カメラちゃんだ。ねえねえ、パワちゃんさん、なんだか素敵なことが起こりそうな予感がするよ。まあ、撮れってことだな。ここはもう見てもらいましょう。ドナルドだけ裸足ですね。素敵なダンス、ありがとう。あなたに喜んでもらえて私たち嬉しいわ。なるほどね。これは夢の生活の予感ですね、本当に。
まあきっと素敵なことがいっぱい待ってるわと言ってくれてますんで、まあこれからね、いろいろやっていきたいと思いますが、もう魚釣りをやったりできるんですね。これは実はディズニーマジックキャッスルは2ってなっていて、まあ1が当然あるんですが、1はちょっとやったことがないので、まあ前作をね、やった人からすると何言ってんだっていうことになってしまうかもしれないんですが、その辺はちょっとね、ご容赦をいただきながらのんびり、ご覧いただいて、アドバイスとかいただければ嬉しいなと思います。お、なんかシールがもらえましたね。ミッキーたちと友達になると。光っているところをタッチしてシールを貼ってね。おお、最初のシールをゲットしたみたいですね。このシールを集めていくとなんかいいことがあるんだな、きっと。へえ、シールをいっぱい集めると不思議で素敵なことが起きるんだ。なるほどね。シールを増やすと行ける場所が増えたりするっていうんです。今まで行けなかったようなところとから行けるようになるってことなんですかね。そしてなんか大臣がいきなり出てきましたね。おっと失礼。まずは自己紹介させてくだされということで何か大臣が出てきましたけど。ミッキーは王様じゃないんですね。このマジックキャッスルには別に王様がいて、その大臣がこの人みたいです。いろんな人に出会うと言ってくれてますけど、これどうなんですかね。ネットに繋がってると、プレイしてる他の人たちとかとも出会ったりするのかな。それともそういう、いわゆるオンライン的な要素はないんですかね。お、マジカルナンバーの先へ。これ、さっき探索してる時になんか番号が書かれてて、ドアに番号が書かれてたんですけど、入れなかったんですけど、そこの解説があるみたいです。いろんなところに数字が書かれたマジカルナンバーがあるよ。マジカルナンバーの数字より多くのシール、なるほどね。シールの枚数で入れるところが決まってるわけだ。じゃあシールをいっぱい集めていかなきゃいけないわけですね。いろんなところに行こうとすると。お城はあっちよ。なるほどね。お城の方に行こうと誘われてますね。さあ参りましょうということで、まあお城の方に行ってみましょう。なんかこの大臣が付き添ってくるのがちょっと気になるな。なんだこの少年は。新しい友達らしい。この花壇の中をずかずか歩けるのはどうかと思ってしまうな。花がかわいそうだ。なるほどね。ここに12って書いてありますけど、これ12枚以上持ってたらいけるようになるってことですね。じゃあお城の方に行ってみますか。1個持ってるんでここは入れるようになったんだな。そんなケチケチしないで入れさせてほしいんだけどな、全部に。それにしてもこんないきなり来た人を王様と謁見できるってすごいな。身分卑しきものではないけど、なんかいっぱい人がいる。ちょっと話してみよう。王様にはもうご挨拶したかい？なるほどね。なんだこの王妃様的な人は。ダンスホール、へえ。なるほどね。これはなんだ。こういうのもちょっと写真撮っとこう。こっち向け。よし。なんか記念写真っぽい。で、王様がいるんで王様に話しかけましょう。お主がパワちゃんじゃな。ほっほっほ。わしはこの国の王様じゃ。お主が到着したと聞いて大臣を迎えに行かせたのじゃ。熱烈大歓迎するぞ。よく来てくれた。マジックキャッスルを存分に楽しんでおくれ。なるほどね。コツは他の住人と仲良くなることらしいので、
まあ、積極的に話しかけていきたいと思います。普通の挨拶じゃダメみたいですね。体を使った特別な挨拶じゃ、ほれ大臣一つやってみるのじゃ。どんな挨拶なんだ。特別な挨拶をご覧に入れましょう。なんだこれ、ブンブン手を振る。なるほどね。シール枚数を増やして王様に話しかけると新しい挨拶を教えてもらえることがあるよということですね。十字ボタンの左を押すと今教えてもらったブンブン手を振る挨拶ができるよということです。ちょっと早速やってみたいと思います。よし、早速じゃあブンブン手を振るっていうのをやってみましょう。おお、なるほどね。確かにブンブン手を振ってますね。この調子で今下の画面にいる人のほとんどにブンブン手を振れと言われてるので、ブンブン手を振っていきましょうと思ったら、初めての挨拶アクションのシールをゲットしたぞ。やった、2個目だ。ほうほうほう、みんなに挨拶をしたようじゃな。これからもどんどん出会った人に挨拶をして、どんどん仲のいい友達を作るのじゃぞ。シールを8枚手に入れたら次の挨拶を教えると。やった。まあでもそう言わずにすぐ教えてほしいんだけどな。やった、家もくれるの、すごいな。新しい家でここでの生活を楽しんでおくれということで、王様からなんと家をもらうことができました。とんでもないVIP待遇だ。じゃあ、お城の外に出てそのもらった家とやらに行ってみましょう。お、ミッキーだ。え、君のお隣さんは僕なんだって。ミッキーがお隣さんなの、すごいなぁ。キャッスルタウンにある家に案内してくれるそうなので行ってみたいと思います。ミッキーを置いて先に城の外に出よう。いやー、もっと早く来てよ。じゃあどっちよ。とてもミッキーはゆっくり歩きますね。ミッキーとツーショット撮れないし、横向いちゃうから。早く紹介したいな。この辺りは緑が多いんだ。早く家に帰ってのんびりしたいんだけどな。なんだこの光り輝いている何か怪しげな場所は。ん？ただ単に、R ボタンを押すと、プチジャンプしながらクルリーンと回転しますね、この人。これドナルドの家っぽいな。これは誰の家だろう。キャッスルタウンらしいですね、ここが。はじめまして。ここがミニーちゃんの家っぽいな。ミニーちゃんの家はまだ入れないんだな。下のマップのなんかマークがついている、お城のマークみたいなのがついているのが僕の家みたいですね。で、ここがミッキーか。プルートの家もありますね。ここが我が家ですね。シール2枚持ってるんで入れそうです。中はどうなってるんだろうって知らないよ、こっちも。まあ、でも家をくれるぐらいだからな。それだけでもすごくありがたい。このシールで封印されてる感じなんですね。
封印を解かないと中に入れない。ここが今日から君の暮らす家なんだね。どんな新しい暮らしが待っているのか楽しみだねって言ってくれてます。パッと見シンプルですね。まあ、ベッドらしきものはありますけど。そうなんだよ。部屋に何もないんだよ。僕の家にいいものがあったと思うんだけどってこと。ミッキーがなんかくれそうだ。なるほどね。ミニーやドナルド、デイジーたちと会っておいで、とミッキーが提案してくれてますので。まあ、会いに行ってみますか、そしたら。全員に挨拶ができたら、ミッキーの家に来てね、ということなので、ミニー、ドナルド、デイジー、まあ、このあたりに挨拶をしましょう。ミニー、ドナルド、デイジーに会いに行こうと言ってくれてます。じゃあ、まずは、どうしようかな。ドナルドに会いに行きましょう。これドナルドのボートですよね。きっと、ディズニーランドのトゥーンタウンにあるドナルドのボート、模した家ですね。これはおそらく。で、ドナルドがいます。何をしているんだって、まあ、そう思うよな。家の前で突っ立ってるんだもん。空を眺めていたらしいですね。へぇ。なるほどね。なんか、十字ボタンで短縮キーじゃないですけど、なんかいろいろなことができるみたいですね。ドナルドが歓迎してくれてますけど、ドナルドの家にはちょっとまだ行けないみたいですね。7個シールが必要みたいです。じゃあ続いて、ここがミッキーの家でまだ入れないんで、ミニーちゃんがいる。やった、ミニーちゃんに話しかけよう。キャッスルタウンに遊びに来たのね。そうなんです。まあ、遊びに来たっていうよりかはここに住むことになったんですけどね。で、続いてはデイジーかな。あ、デイジーのお家だ。デイジーの家に入るには16枚シールが必要な、だいぶ先になりそうですね。デイジーはお散歩していたようなんですけど、パワちゃん何をしているのかって、君に挨拶をしに来たのよ。へぇ、デイジーはキャッスルタウンで仕立てを始めるための準備中らしいですね。開店したらあなたも来てくれると嬉しいわ。なんかコスチュームとかくれたり変えたりできそうな気がします。で、ここまでのプレイを保存するよっていうことでセーブができると。×ボタンを押すとメインメニューが開くよ。少しずついろいろなことができるようになるということで、まずセーブができるようになったみたいですね。あ、そう、グーフィーまだ会ってないんだよ。グーフィーだったり、プルートだったり。なるほどね。じゃあ、グーフィーの家に行ってみましょう。お、グーフィーがいたぞ。プル様がまだいないんですね、プル様が。ここがグーフィーの家ですね。グーフィーの帽子が家のマークについてますね。下の画面では。鍵がかかっている留守みたいだ。あ、ここにいた、グーフィー。うひょ？君見ない顔だね。いやー、パワちゃん。なんなんだ。見ない顔だねと言いつつ、すでにパワちゃんという風に知っている。恐ろしい。おひょ？僕はグーフィーだよ。今日からここに住むのに、やったーってすごい大歓迎してくれてますね。本当に恵まれてるな。
いろんな作物を育ててるんだって。グーフィーは何かやってるんだね。君、野菜を分けてあげるよってことで、やったー、野菜をくれるんだ。畑以外のところでも取れるものがあるらしいです。採集をしよう。キラキラ光る場所を調べるといろいろなものを採集できるよ。なるほどね。じゃあ、グーフィーの畑をちょっと、探索してですね。何かもらいましょう。蜂蜜？卵の実？ミルクベリー？これはなんだ？マンゴーっぽいけど。小麦の実？これトマト、イチゴだな。ミニトマト。シールをゲットしたぞ。材料3つ集めたんで、シールをもらいました。僕の畑から好きに取ってっていいよって、半端なく気前がいいな。やったー、プルートにも会えるみたいですね、これは。じゃ、ちょっとプルートにも会いに行きたいと思います、これから。その前にこのいちごハートみたいなやつもらってこう。プチベリー。じゃあ、プルートに会いに行きますか。シールを3つあるんで、ミッキーの家に入れるようになったわけですね。まあ、こうやって本当に行ける場所を増やしていくって感じなんですね、きっと。パワちゃんかい？ということで、迎え入れてくれるみたいです。そして、プルートが吠えてる。きっと中にいるぞ、プルートも。あ、プルートがいた。ようこそ僕の家へ。ふんふん。ちゃんとみんなに会えたかなって、ミッキー心配してくれてますけど、ちゃんと会えました。これプルートが最後ですね。いわゆるビッグファイブと呼ばれる。ミッキー、ミニー、ドナルド、プルート、グーフィー。このビッグファイブに全員やって、デイジーにも会いましたからね。チップデールにはまだちょっと会ってないか。すげえ喜んでるな。改めて歓迎するよ、パワちゃん。今日から君は僕たちのご近所さんだね。みんなで素敵な暮らしを楽しもうね。お、シールをもらったぞ。4つ目のシールをもらいました。そういえば、君に渡したいものがあったんだ。僕は家の神々と床を好きなものにしてるんだ。自分の家を素敵に飾るのってすごく楽しいよ。じゃあ壁紙と床張りの何かをくれるわけだな。ミッキーなカントリー風壁床セットをもらったと。やった。じゃ、これを早速自分の家にアレンジしてみたいと思います。自分の家の模様替えですね。なるほど。この玄関の鏡を調べると、部屋の中の家具が変更できるそうですね。壁紙を、交換してみましょうということなので、やってみたいと思います。さらにシールがもらえた。なんかこのペースでシール集めていくとあっという間に集まりそうだな。模様替えを覚えたら外に出ようと。はーい、じゃあ外に出ます。
まだここまではきっとチュートリアル的な要素なんですよね。いろいろやってくれて。お、そしてミニーちゃんだ。どう？この街は気に入った？楽しんでるかしら？へえ、待っていてくれたみたいです。なんでだろう。うちに遊びに来ない？私の家もミッキーの家のと隣なのよ。へえ、ちょっとじゃあミニーちゃんのお家にお邪魔してみましょうか。ここが私の家なの。あなたの家からとても近かったでしょ？ちょくちょく遊びに来たくなっちゃうな、ミニちゃんの家に。で？シール5枚持ってるからミニちゃんの家にいつでも遊びに来れるようになりましたね。ミニーちゃんの家、なんか可愛らしい感じだな。ミニーと一緒にミニーの家に遊びに行ってみようっていうことで、まあ、来たわけなんですけど、だからといって何をするんだろう。私の部屋気に入ってもらえたら嬉しいわ。いや、すごくいろいろ調度品が揃ってて羨ましいですね。何かくれたぞ。ドナルド・ブレザーの帽子をもらえた。やった。まあ、ドナルドのコスチュームを着てるので、ドナルドの帽子をもらうととっても似合いそう。これですね。パーフェクトコーデ。ドナルドのものを一式揃えたってことかな？おしゃれな人を見かけたらいいねって褒めてくれるのって。へえ、いっぱい褒めてくれるかな。なるほど。みんなに見せてこいと。パーフェクトコーデで街を歩くと出会った人がいいねをしてくれるよ。いいねを集めると後でお得なことがたくさんあるよ。へえ。じゃあ街を探索していいねをたくさんもらっておきたいと思います。というわけでですね、まあ、ちょっと長くなってきましたので、一旦ここで、終わりにしてですね、次回、たくさんいいねをもらう旅に出たいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。次回もぜひぜひお楽しみにしていただければ。